よっしゃ、じゃあ全部の情報集まったから潜入していきましょうか。レッドダイヤすり替え作戦。そうだったのか。よし、これで情報は十分だ。レッドダイヤをすり替えて連中のアジトを見つけ出そう。いやー、長かったここまで。うわー、潜入に向かうバディを選べ、出たね。まあ、チェズレーは確定でしょ、さすがに。ここチェズモクで行った方がいいのかな。ちょっといろいろ情報を見てちょっと考えてみるか。いや、なんか特にチェズレー以外は自由っぽいね。チェズレーじゃないといけそうなところはあるけど、チェズレー以外は自由っぽい。どうしよっかな。チェズレーが確定だとして、どうしよう。ちょっとどれにしようかなで決めようかな。どちらにしようかな。天の神様の言う通り、アーロンに決定でいきましょうか。いや、この歌本当はもうちょっと長いんだけどね、キリがないので、ちょっともうアーロンでじゃあ行こうと思います。ここは、うわ、相性悪そう。操作するの、まあ今回ちょっとチェズレー操作で行ってみる。じゃあ相性悪そうな2人になったな。なんか組み合わせによってクリアできないとかはないよね、多分。スペシャルショー当日、アッカルド劇場内、ダンサー楽屋。それが君らの一長楽。かっこいいでしょ。いや、チェズレかっこいい。適度にフォーマルで極めて軌道に適した服、すなわちショーも潜入もそれ一枚で OK。 いいチョイスだ。いや、褒められたね。約一名ヒーローショーから紛れ込んだ感はある。木馬さんのことですか。それって木馬さんのことですか。大丈夫大丈夫、ダボっとした服だなって思われる程度だよ。まあ忍び装束だしね、しょうがないね、そこは。だってショーの主役はスイちゃんだもの。おじさんたちのダンスは賑やかしだ。まあそうだね、バックダンサーの衣装そこまでちゃんと見ないわね。約一名、そんな風に悠然と構えられない人もいるようですが。絶対ルーク。ついにこの時が来てしまった。10分後には大舞台でダンスだぞ。緊張で吐きそうだ。大丈夫か、これルーク連れて行った方が良かったかもな。向いてないもんね、明らかにダンスに。死にそうな顔してる。そんな調子で大丈夫なの。つい来た。めっちゃ可愛いな、やっぱり抜群の可愛さ。はい、いえ、はい。頑張れルーク。どっち。うわー、プロ意識高いからね、これはそら聞くよ。そう、ヨリト、今日は頼むよ。僕はバルコニー特等席から君たちを監視してるからね。いやー、サワールムラムラ、こいつは絶対に痛い目に合わせてやりたい。バルコニー特等席、待って、そこは父さん専用の席だよ。なんかあったのかな、お父さんに。父さん、今日は久々にショーを見に来るって。うん、いやー、残念ながら商談が入ったんだってさ。いや、だからといってお前ごときがそこに座っていいわけがないでしょう。せっかくのマナ娘のスペシャルショーなのにね。なんだ、なんか企んでんのかな、サワール。お父さん来ないのショックなんだ、やっぱり。いや、かわいい。スイちゃん、いっつもあの席を寂しそうに見てたのにね。いや、そうだ、それを気づいてるんやったらお前そういうこと本人に言うなって。でも大丈夫、今日は空席じゃないよ。僕がお父さんの代わりに見守っててあげるからね。気持ち悪さマックス。いやだ、あそこには座らないで。そりゃそうでしょ、特別な場所なんでしょ。それは聞けないよ、だってアッカルド社長に許可もらったんだもん。ほんまか。何の権利があってそれを否定するのかな。いや、こいついちいちムカつくな、マジで。いや、熱い。父さん、なんで。いや、メンタル面を攻撃してきてる、スイの。よしよしよし、落ち込まないで。
おい触んなよお前。ああ、サワールさんやめ、話して。おお、気丈に気丈に振る舞えた。スイ、ああああ、いつまでその強情が続くかな。何をする気やねお前は。こんな晴れの日に社長は娘に会いに来ないんだ。本格的に見捨てられたんじゃ。いやいやいや、どうしてもはね、外せない商談だったっていうだけでしょ。それは見捨てるとかとはまた違うことなんじゃないの。あー、痛いとこ疲れた。でもちょっと不安に思ってるところ疲れたから。あっと、これは失言だった。でも寂しかったらいつでもおいで、君には特別な指導をしてあげる。いやお前、お父さんはそんなことしないでしょう。ああ、そして男女。いや、やばいこいつ。君たちはヘマしたら即刻クビだから、覚悟して踊ってね。それじゃあ。いや、クビになった瞬間お前の首も弾き飛ばしてやるよマジで。いや、やばいなこれは。めちゃくちゃムカつくなあいつ。おや、サワール氏、ハンカチを落として行かれましたね。お届けしてきます。お、千鶴なんかしてくれるんじゃない。殺すなよ千鶴。殺しそうなんだけど千鶴、大丈夫かな。スイさん、アッカルドさんもきっと来たかったと思いますよ。スイさんの歌本当に素敵ですから。いやールーク、素晴らしいフォロー。だからそういうの余計なお世話。ほら、いつもの調子に戻ったじゃん、さすがルーク。っていうか余裕だね、今からデビューなの。忘れてたでしょ。そうだった。やっぱり僕が一番気をつけないといけませんね。いやー、いいんじゃない。いいね、好感触なんじゃないこれは。ヘマしても私がフォローする。ああ、え、何その反応。だって本番前に脅したって逆効果じゃん。そうだね、私いいショーにしたいから、それだけだから。いやプロ意識が高えんだわちゃんと。素晴らしい、本当に素晴らしい子だ。いいショーにか、今日ディスカードが来襲してくる可能性は高い。そうだね、そうなったら台無しになっちゃうもんねショーは。でもスイさんや客は美しい時間を共有するためにこの場にいるんだ。うん、もしもの時は絶対に守り抜かないと。立派だルーク。時間です、ダンサーの皆さんもご準備お願いします。行くか。頼んだぞボンド諸君、必ず最高の輝きを手にしてくれたまえ。レッドダイヤもスイのショーも完璧に光り輝かして見せますよ。はい、行こう。ショーを隠れ蓑にしたレッドダイヤすり替え作戦スタートだ。よし、おお、アニメーション、うわ、うおー、オープニングの曲だ、かっけー。絶妙にダサいルークだけ。ルークだけ絶妙にダサい。めちゃくちゃでもそれがいい。そろそろ潜入班の2人が舞台袖に履けるぞ。頑張って練習した感じが出てた。ショーは僕らに任せてくれ、健闘を祈る。よし、じゃあ潜入頑張りましょうか。お役目必ず果たしてみせましょう。それではしばしのお別れです。まあこの2人なら問題ないでしょうね、信じてやっていきましょうか。おお、スイのポスターが貼ってある楽屋の前にもなんかあるって言ってたよね。静かなもんだ、みなスイ城のステージに集中している時間ですから当然かと。無駄に派手な割に警備がざる、危機感がねえな。悪党たちに狙われたら人たまりもないですかね。いいね、余裕たっぷり。というわけでここから先のルートについてお話ししましょうか。目の前のドアの先は水上の楽屋に。
あちらの角を曲がった先のドアはその他の役者たちの楽屋につながっています。ルートなどどっちでもいい、さっさとブッツを盗むぞ。まあそう焦らずに、怪盗殿は盗みの腕前は一流でも、ひそやかな潜入は専門外のはず。確実なルートを選んで、なでしこ城のもとに赤きダイヤを届けなくてはね。なるほどね、レッドダイヤをすり替えろ。まあこれに関しては、さて劇場の、とりあえずゲージをね貯めながら行きたいから、途中からルート切り替えることができるから、ちょっとねゲージを貯めたいんだよね、S ランククリアがしたいから。だからまずはちょっと業者ルート行ってゲージ貯めて、途中で潜入ルートの方に、裏口の隠れルートの方に切り替えるってのもありだよね。大崎の楽屋入りには関係者以外立ち入り禁止。公開中はドアがロックされる。だがその開け方は調査済みだったな。このドアを開くパスワードは、ちょっと待ってちょっと待ってくれ。エースだよね、エースで合ってるよね、そうだよね。はい、オッケー。一瞬なんだったっけなってなっちゃった。アッカルトエンタープライズ、つまりエースですね。親会社の名前とは直球だな。こんなパスワード意味あんのかよ。セキュリティは儲けること自体にある程度の意義があるのですよ。まあそれはそうだよね。エースだって思う人もそんなにいないだろうしね、ここで。オッケー。とりあえずヒーローゲージをマックスにするのが目的だから。これ全部出演者の楽屋かよ。この楽屋のどれかに衣装倉庫の鍵があるんだったな。鍵の持ち主の楽屋は外からでも見分けがつくはずですと。ならいいしらみつぶしなくを探すなんてのはごめんだからな。注目すべきは例えばドアの柄ですかね。まあ水位のポスターが貼ってあるって言ってたもんね。探し物において私より怪盗殿の方が鼻が利くはず、道案内は任せしますねと。ちょっと待ってね、とりあえず今はそうだね、この業者ルートに行ってるから、ちょっとこれおさらいしとこうか。まあ、後頭部を撫でると止められるロボットをフォークリフトでどかす、赤いサメを下げる、押して下げて下げて乗る。オッケー。とりあえずまあ衣装倉庫のドア3のつく数字にいる、で水のポスターを貼ってあるというここだよね多分。3がつくって言ったけど、3なんてついてるかこれ。3手なんだ、3手3なんてついてる。あ、でもこっちにも水のポスターが貼ってある、そうあれがあるな。ちょっと待って、どこで見るんだこれ。いや、この楽屋には入らない。どうやって123とか分かるんだこれ。3のつく倉庫って言ってたもんね。どこに書いてある番号。番号とか振ってなくない。水が大好きな食いしん坊で、いつも3がつく楽屋を使っているらしい。どっちが3だこれ。ちょっと待って、マジで分からんぞこれ。ここにも水のあれあるもんね。でここにもあんだ水のあれが。どうしよう。パン、ケータリングの料理はまだ手をつかれていませんね。冷めてしまわないか心配です。舞台動いた後も楽しみ。あ、それはどうでもいいとして、寿司、ミカグランド伝統料理の寿司です。ご存知ありませんか。酸っぱい匂いがする。悪くなってんじゃねえのか。いえ、酢飯の匂いかと。この距離から嗅ぎつけるあたり、あなた本当に鼻がキュンですね。ちょっと待ってくれ、どこが3番のあれなんだマジで。全然わからんぞこれ。どこに3なんて書いてあるんだマジで。わからんすぎる。ちょっと待って、でもこっから入って1、2ってことはここなんじゃない。体が大きいって言ってたしね。ちょっとここに入ってみよう。マジでわかんないもう。おや、入ろう。で妙な衣装、妙な衣装だよね。あ、でも置いてないなそんなものは。いや、ここじゃなかったんだ。っていうか入っても別に何のデメリットもないのか。じゃあ遠慮なく入っていった方がいいんじゃない。
あ、ヒーローゲージ下がる。うわやばい。だって分かんなくない、そんなの。あ、1、2、3ってこと。いや分かんねえなマジで。ちょ、この楽屋に入ってみようか。じゃあ、いやデメリット普通にあったね、それなら。うわ違うっぽい、これも。いやわかんねえ、何をもってして3なのかわからんすぎるな。これはちょっとノーヒントなんじゃない。うわあ何が匂ったんです。もしかして楽屋の中やったお茶菓子の香りですが、さすがの嗅覚ですね。ここも違った。クソやばいすぎる。だいぶロスしたね。ここだったのか。何をもって3なんだこれ。どっかに書いてあんのか。いや最後までちょっと分かんなかったなこれは。ここか。これはちょっと最後まで分かんなかったなマジで。変な衣装。うわ変な衣装、露骨に変な衣装っていうか、衣装なのかすら怪しい。これ変な衣装すぎでしょ。衣装なのかこれ。エースグループのマスコットキャラクターエースくんですね。こちらはその着ぐるみかと。まあ着ぐるみも衣装っちゃ衣装か。カサカサ、ビンゴだな。いや3度目の正直なんだよな。素晴らしいけれどエースくんは泣いているようですよ。いつか返しに来てねと。なあ俺をバカにしてんのか。交流を楽しんでいるのです。なんだかんだ相性いい会話してるね。あーでも増える量の方がさすがに大きかった。よかったよかった。あの女のファンで食い地が張ってるってのは分かったが、まさかラッキーナンバーでドアの線の数。あっそういうことか。妙な組み入ってたと考えたぞ。これ以上興味ねえかな。あそうです、そういうことか。この赤い線の本数ってことか。いや全然分からんかったなそれは。これか。3本線確かに入ってる。あこっちは1本線。あそれはちょっと盲目だった。ちゃんと見たら分かったね普通に。悔しいなちょっと。まあ衣装倉庫入ってフォークリフトで猛獣をどかすんだよね次は。わけわかんねえ着ぐるみ探して時間を取られちまった。急ぐぞ。オッケー急ぎましょうか。衣装だけでこんなにあんのか、うぜえ。これだけの劇場の衣装倉庫ですからね、少し窮屈ですがここを通り抜けるしかありません。くれぐれも衣装を汚さないよう、粗雑を絵に描いたような方には難しいですかね。いちいち一言多いんだよな。どれもこれも似たような服ばっかだな。あれ猛獣はまだか。破れた服でないとお眼鏡にかないませんか。猛獣はまだみたいだね。普通にここは通り抜けるだけだ。動きやすさ重視だろうが。まあ確かに衣装は動きやすさも大事。そうだね、他なんか調べたりするところここはなかったよね多分ね。そうだね、楽屋前の警備ロボットを後頭部を撫でて黙らせるっていうことだけだあとは。いいね、ちゃんと隠れてから行く。で警備ロボットを後頭部を撫でて黙らせると。先ほどのものとは随分違う。確かにめっちゃ中国系の豪華な感じだったね。 VIP だなんだといちいち区別しやがって面倒だな。この先には警備用のロボットも配備されているはずです。注意して進みましょう。まあ後頭部を撫でるんだもんね。このドアとかは入れないんだ。へえ。じゃあちょっと警備ロボット後頭部撫でに行きますか。どこだ、どれなんだ警備ロボットっていうのは。どれだ、あかわいい。あの丸っこいのがここの警備ロボットか。完全にスターウォーズ系のデザインだ。そうです、そのようですね。なかなか愛らしい姿ですが、我々の相手としては不足にも程がある。まあ後頭部撫でるだけだしねこれ。不審者発見、不審者発見。戦闘モードに入ります。そんなんがあんの。っていうかスターウォーズパクリすぎでしょ。お後ろに回って後頭部を撫でよう。目標を見失いました。戦闘モード再起動。混乱しますね怪盗殿。この隙にこうして後頭部を撫でる。お、後頭部を撫でればいいでしょ。こうでしょ、合ってるでしょ。おーすごい。
アーロンが後頭部を撫でているっていう光景すごい新鮮じゃない。緊急停止で停止します。ご名答覚えていらっしゃって何よりですよ。片方しか撫でてないのに両方止まってるなんでなんだ。獣は機械ほど素直ではないようですね。まあまあここは突破だね。オッケー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 。でまあヒーローゲージがマックスにならなさそうだったら戻って他のところも行こう。マックスになったらもうこのまま今回はこっちのルートで行っちゃおうか。十分な広さですね。なるほどね。まあここでちょっと練習したりとかする時間もあるんだ、待ち時間とかにね。で猛獣がこの先にいるんだったよね確か。フォークリフトで動かすと。フォークリフトはね、俺も免許持ってるからね、ゲームでも運転することになるとは思わなかったけど少しばかり埃臭いですね。仕方がないかもしれんが、物が多いから。大げさなんだよてめえは。こんなもん埃臭いうちに入るかなるほどね。まあスラム出身だしね、そりゃそうだわ。これフォークリフトを探すんだな。猛獣の檻がここにある。これか。あ、なんだこれは。随分とそう立派な檻ですね。まるであなたに追わせられたかのようだ。なんか言ったかクソ野郎。いいえ何も野獣殿。さてフォークリフトを浮かして檻をどかさなくてはね。フォークリフトっていうかハンディ式じゃんもろハンディ式のリフトだったそういう風にどかすの。だからこれ以上動かせないようですね。下をくぐり抜けていくとしましょう。うん、これならわざわざ動かさなくたって大して変わらねえじゃねえか。誰もが怪盗殿のように獣じみた身体能力を持ってると思ったら大間違いですよと。そうだね。でこっちまで来て、次は赤いつまみを下げて押し上げ下げ乗り、まあ、赤いつまみを下げるだね このルークがやってると面白いのに、アーロンとチェズレでやってるとあの隠れるくだりは面白くないね。あんまりかっこいいだけだ。先ほどの猛獣の檻のおかげでスタッフが入れなかった。本末転倒すぎる。それはアホ間違いない。このくらい大きな劇場なら調光室も一つくりではないでしょうから、わざわざ面倒な場所には足は運ばないってか、おかげで我々日陰者がこうして光を操る場に出入りできた。素晴らしいじゃありませんか。言葉遊びが素敵なんだよな、いちいち。まあ、とりあえず赤いつまみを下げましょうか。オッケー。あ、わかりやすいね。赤いつまみ1個しかないわ。あ、やっぱりキャットウォークの一部が光光と照らされていますね。この状態で進めば、いつ誰に気づかれてもおかしくない。しばかってんだよ。だから邪魔署名を消す。そうだね。赤いつまみで消しましょう。超光沢、うまく操作できるのでしょうか。操作できるもクソも、赤いつまみをね押すだけだからね。このフェーダーを下げれば完璧だ。これなら闇に紛れてレッドダイヤのとこまで走り抜けちまえるな。水上とボスのステージを邪魔せずに済みそうです。ボスはダンスはつなくともやはり光の中の方がお似合いだ。そう思われませんか。まあ俺もそれはそう思う。まあ少なくとも俺やてめえよりはな。あー、そこはアーロンも共感してくれるんだちゃんと。んなことはどうでもいい、さっさと行くぞクソ詐欺師。なんだかんだいいバディだわなこの二人も。獣は炎を恐れ、悪党は光を恐れるもの、あなたはどうなのでしょうね。なんか意味深だな。いつかルークが眩しくなっちゃうってことかな。アーロンはグダグダ言ってんな。う、失礼ね。なんか今のちょっといい会話じゃない、意味深な。グレート、さあヒーローゲージマックスなったね。もうこのまま行っちゃおうか。それだったらなんか戻るのめんどくさいもんな普通に。さすがにここまで来るとあの女の歌も丸聞こえか。もうすぐフィナーレだな。そして我々のミッションもラストステージを残すのみと。この先のキャットウォークは最も警備が厳重なはずです。心の準備はよろしいですか。心の準備だ、いるかそんなもん。行こうか。これだと木馬じゃないわ、チェズレーで来た意味が全くなかったけど、まあいいんじゃない別に。お、ここか。キャットウォークの操作場所。めんどくせえな、この辺のワイヤー伝っていった方が早いんじゃねえの。タイト殿のご意思ぜひ拝見したいところですが、派手すぎる潜入がバレますよ。成功法で突破しましょう。そのために操作したのですから間違いない。おや、ボスから通信。お、アーロン、チズレ、そっちの調子はどうだ。お、今キャットワークに着いたとこだ。お前ダンスでバテてんだろ、ドギー。
どうです、ショーはつつがなく進んでいますか。うん、盛り上がり最高潮だよ。スイちゃんが時々横目でルークを気遣ってるのが印象的。あー、いいね、いい子だ本当に。つい申し訳ない。さておき、ショーももうすぐクライマックスだ。ダイヤが舞台に降りてくる時間が迫ってるけど、すり替えは間に合いそうか。は、誰に聞いてやがる。あとはダイヤまでの道をつなぐだけ。こっちのことよりてめえのダンスが保つかどうかを心配するんだな。持つかどうかだね。切るぞ。ふ、ボスのためにも早く戻って差し上げなくてはね。まあそれだったら今回はこのルートでもうクリアしちゃおうかな。キャットウォークは押して上げて下げて乗る、押して上げて下げて乗る、これが乗るだね。でこれが下げる、押して上げて、 OK、 押して、これは押しボタンだから、そうだね、まず押しボタンを押す、いかにも押してくれって感じ。うざかろうが必要なら押すしかない。そうだね、押して、ほうほうほう、視界を下げて舞台装置が動いた。その奥にあれか、あそこになんとか行きたいんだね。強敵か、うわかっこいい。まだまだ高嶺の花ですがね、このそんな折そろそろ宝が姿を見せる時間です。そうだね、急いだ方がいいね。お、うわー美しい。ちょっと急いだ方がいいな、マジでこれは。うわー、こんな風に運ぶの。そら途中で盗まれるわ、こんな風に運んだら。あとはダイヤが舞台に降りてしまう前にすり替えるだけですね。とっととキャットウォークを動かしてダイヤまでの道を作ろう。時間は限られています、急ぎましょうと。ここだね、下がったナイフスイッチを上げると。これはナイフスイッチとなると、この刃についた板が刃というわけですか。ナイフスイッチを押してあげる、そうだね、上げて、おっと、おい、キャットウォークが上がっちまったぞ。見ればわかります、獣の目がなくともね。今のところは手順通りですのでご安心を。てめえの手ら見てると足で表もできねえんだよ。顔を変えればよろしいですか。でもなぜ私があなたのためにそこまで。会話が噛み合ってない。で下げるんだね。いちいち会話面白いんだこの二人マジで。これは、おやおや、これはなんとも大行なレバーだ。下げて乗る、まあ簡単だ。ここも変にでけえな、この仕掛け作ったやつ何考えてやがったんだ。こんなものを動かすために無駄な力を使うのは避けたいところ。というわけでこちらのレバーはぜひとも怪盗殿に。てめえはいつかガタガタ言わす、このレバーみてえにな。ほうほうほう、下げてで乗ったらうまくいくのかな。これでなんかめっちゃ動くじゃん、今までの3倍ぐらい動くじゃん。お見事。ちっとっととキャットウォークを下ろすぞ。あとはまだ動かしない最後の仕掛けを動かすだけ。オッケー、まあ最後はここに乗ったら終わりだね。乗りましょうか。重量センサーに乗ると。これは劇場に重量センサーがあるのも珍しいというか、警報装置と連動してるやつなら美術館やら城やらでよく見かけるが、不世界的な宝石泥棒にはおなじみの仕掛けでしか。ではこれに乗るとどうなるか。フィニッシュだねこれで。そうね、これがちょうどいい位置に下がってきて OK なんだろうね。これでこれで奇跡へと続くレッドカーペットは敷かれました。あとはただその絵を歩くのみ。面倒な割に大したことねえセキュリティだったな。まあそれはそう、めっちゃ簡単。そう感じることこそボスこだわりの操作の成果なのでは。確かに操作なかったらこんなん突破できるわけないもんね。いいこと言うわ。美味しい料理を味わうには下ごしらえが大切ですから。下ごしらえね、手早くやらねえと素材の味を殺すぜ。ちょっとおしゃれなこと言うじゃん。あなた第三本に見えて意外とせーるるるるるんですよね。ごめんなさい、ちょっと読み方がわからなかったのでお茶を濁させてもらいました。さあ行きましょうか。う、無駄に入り組んでいる。まあ到着したからすり替えと。
完璧だったね。これが世界に名高い奇跡レッドダイヤ。カイド殿のご見分を、うん、間違いねえ本物だ。それでは重調整は早速こいつを GPS 用に偽物にすり替えるぞ。お、うまくいったね。うわ、光輝きが全然違うね。やっぱり並べるとさすがに本物を見た後では見劣りしますね。悪くない。あ、チンケな偽物だ。だがディスカードの連中が即座に見破れるとも思わねえ。そう願いたいですね。アジトまで持ち帰ってもらえばその後はバレても問題ありませんし。確かに。とはもうあれ、これでミッションコンプリート。下のステージに戻るとしましょう。いいね、ゲージをマックスだしね、問題なし。スペシャルショー当日、アッケルド劇場内舞台袖。さて、あとはバックダンサーとして舞台に戻るだ。そうだね、なんか一悶着あんのかな。バレたりする。うわー、めっちゃ美しい歌声。眩しい。たぶん声優の方が100倍マシだな。いや、でもうまいことできたっぽいね。ここは潜入班だ。守備よく行ったみたいだな。よし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 。さあ、もうすぐショーのクライマックスだ。いよいよディスカードが現れる。出るぞ出るぞ、今日の目玉が出ちゃうぞ。触る。なんか企んでんのかな。あんな特別な一枚絵までもらって触る。ああ、来た。見ろよ。あれが時価数百億のレッドダイヤ。まだ盗まれてないね。でもち、ショーの最中よ。でも綺麗ね。島を生んだ隕石にだってきっと引けを取れないわ。島を生んだ隕石は多分綺麗じゃないと思うよ。ごめんなさい、あれ偽物なんです。まあでも綺麗なことに変わりはないよね。確かに。みんなのおかげでダイヤのすり替えは成功した。あとはディスカードがいつ行動を起こすかだ。そうだね。水産や観客は絶対に守らないと。間違いない。え、お、うわ、何この曲。この曲でやる気かよ。観客の中に紛れてんだ。この曲で暴れちゃう人たちが。これ、ミコの歌じゃ。まずい展開だ、これは。そう来たか。くわ、これは予想できなかったな。うわ、まずい。え、ほとんどの客が？うわ。な、観客が？これはまずすぎる。凶暴化です、ボス。うわ、一番まずいパターンだ。ちょ、数多すぎない？つい守れるか、これはちょっと。ドギ、奴らの首を見ろ。全員ネズミのマーク。うわあ。おい。下の客おかしいぞ。まさか下の客が全員ネズミのタトゥー入りってことかよ。演出じゃないよね。これはまずい、マジで。ママ僕プルプルします。和ましてくれる。登る2階にいてよかったな。でもマジで大丈夫ですよ。登るさん、ここはダイヤモンドプラチナ席なんですから。いや、この方法で来るとはな。俺はかなり悪質だ。紹介は異常がないのか。でも一回は、うん、いやー、これは正気の人が見当たらない。まずいな、最悪のショーだ。ゲ、舞台に上がってくる。これはまずい。こいつらにレッドダイヤを盗ませる作戦なのか。ボートが怒ったっていう設定で。つい、まずすぎる。いける。くおぉ、かっこいい。うわぁ、いいアニメーションですね、これは。かっこいいな、アロン。アーロン、助かった。うわぁ、うわー、みんな被害者なんだよな。でも
絵がうますぎる。大丈夫。三脚で殴られてる。動くな。ルーク、かっこいい。守れ。ここにいろ。離れないでくれ。かっこいい。いやー、正気取り戻させる方法見つけたいね。みんな被害者だもん、本当に。何だ、アラナさんの時と同じ。無理やり動かされてるからじゃない、それは。これ本気でまずいな。まずい。ボス、攻撃のご許可。いやダメだ。攻撃はできないな。あれが襲いたくて襲ってるんじゃない。そうだね、攻撃の許可は出せない。一般人なんだ、傷つけないでくれ。いやー、ルーク、かっこいいんだよな、その心意気が。本当にくそったれ。いや、警察だ。この騒ぎはなんだ。うわー、国の警察、ディスカードとズブズブの警察が来た。